はい、続いて12号の方を作っていきたいと思います。12号、今回はフライホイールとね、ベルトをつけていきたいと思います。これがいよいよベルトをつけた後エンジンに組み込まれていきますね。で、フライホイール、スターターモーター、この辺りがついてくるわけですね。完成するとこんな感じで、次回がいよいよサージタンク、インマニあたりが来ますね。じゃあ早速つけていきたいと思います。ボルト53個をニッパーなのでランナーから切り取る。11号で組み立てたフロントカバーにプレートを合わせてボルトを3箇所に差し込んで固定する。ボルト5番のボルト、これこのボルトを接着はしません、接着はしません。ベルトは丸ゴムです。こいつですね、このボルトをこれですね、これを接着しません。この向きにスカスカ取れちゃいそう。なんで接着しないんだろう、スカスカ接着しない理由がわからない。ベルトで固定されるから、はい。で、今度はベルトの6番をかけていきます。6番一番ちっちゃいベルト、これを下、一番下と下と下下と下下と下にかけます。7番のベルトを3箇所にかける、中ぐらいのベルトです。これを3、次8番のベルトをまた3箇所にかけると、分かりましたけど、このグラグラを本当にこれでいいのかこれ次エンジンつけるときに立てたら落ちる。ブロックに接着します。ブロックに接着
接着するんですが、こういう状態になりますが、ここが絶対横向けたら落ちると思うんですよね。はい、接着しました。次、フライホイールの取り付け。フライホイールですね。フライホイールプラパーツ。フライホイールに、あ、これ金属。はめ込む。これ穴が大小ありました。はめ込んで、差し込む。エンジンブロックにフライホイールを差し込む。これはめ込む時にこれやっぱボルト落ちちゃいますよね。これこれ接着ですね、多分接着しちゃいますよ。はめ込むためにこっち向けたら全部落ちましたから。まずフライホイールくっつけちゃいます。フライホイール、こういうことですね。フライホイールつきました。ただしこっちのパーツは全部落ちました。こっちをちょっと接着します。何かあったらもう知りませんけれども、私は接着してみます。現状復帰しました。フライホイールに固定部品をはめ込み、ネジで固定する。これとネジ、これ3番、これとネジ。はい、こういう状態になりました。次、スターターモーター、を作ります。こいつとこいつ、この向きと切り欠きは？切り欠きがあるので、この向きともう一個、こいつを全部接着らしいので接着していきます。切り欠きと合わせます。これをくっつけます。はい、くっつけました。で、その先に11番のパーツをくっつけると。これをくっつけます。はい、スターターモーターです。ソレノイド A にソレノイド B を接着し、端子2個をニッパーなどでランナーから切り取って接着。ソレノイド A にソレノイド B を接着するんですが、若干向きありですね、これ。よし、これを接着していきます。
これどっかはまるとこあります。切り欠きがあってちょっと小さすぎて見えないんですけど、そしてこれですね、このボルト端子らしいです。端子、これが端子で、端子をくっつけていきます。このパーツちょっとスカスカです。見えん、ほんと見えん。で、今作ったのをさっきのスターターモーターにくっつけていきます。スターターモーターのこの位置に切り欠き一応あります。切り欠きを合わせるとここになります。こうなりました。で、接着らしいです。スターターモーターにはリアエンドプレートに穴に入るようになっている、きちんと入らないバイオフライホイルを固定するネジを緩め、スターターモーターに入れる。なるほど、この穴に入れなきゃいけないんですね。きちんと入らない場合は緩めるそうです。ここに接着しつつか、ここに入れつつここに入れると、あ、入りそう。接着します。うまいことパチンと入りました。で、混合はここまでですね。え、ちょっと待って、これ上向きにつけてるのに完成写真下向き、え、これはこれどっちが正しいんだろう。いやいやいや、これこの向きじゃないと入らないですよ、形状的に。こういうことたまにあるんですかね、アシェットって。ちょっと一旦これは設計図通り作ったのでこのままにしておきます。この向きにならなきゃいけないことが今後起きたら、このパーツを接着しちゃったんですけど一度無理に外してその向きになるかやってみますが、今回は設計図通りに作ってこうなってますんで、一旦こうしときます。